東洋大学についてはこちらをご覧ください。ここでは創立者である井上遠良という方について紹介されています。すべての学問の基礎は哲学にある、そう考えたこの方は東洋大学の前身である哲学館を創立したわけですが、もう一つ力を入れていることがありました。それはなんと妖怪についての研究です。妖怪についての話のほとんどは迷信です。ですから妖怪についてちゃんと考えるということは、そういった迷信から一回解放されて自分の頭で正しく物事を見て考えることにつながると、この方は考えたわけですね。こうした姿勢が哲学を大事にする今の東洋大学にもつながっているんじゃないでしょうか。